皆さん、改めてこんにちは。じゃそして初めましてでもある、私は古戦場もてなし武将隊関ヶ原組の石田三成である。今年は関ヶ原合戦より420年目節目の年である。だが今世間を賑わしておる流行り病によってな、なかなか祭り事であったり皆に会うことができないようなことになっておる。不安にもなってくるであろう。だがそんな時こそ、互いが互いを思いやる気持ち、大一大満大吉、この思いを胸に秘め、互いが協力をし合えば流行り病にも勝てるというものだ。そして私はもう一つ長年思っていることは、東軍にも勝つ。これは今年も、まあ、変わってはおらん。皆で協力し東軍に打ち勝つぞ。そして今年は私の他にももう一人新人の足柄が入っておる。入ってまいれ。はっ。では自己紹介を頼む。乱世において強きことがすべて。この戦向こうあげるわ、わし千之助じゃ。さあかかってまいれ。はっ。何か一言あるか。いないんだ。一言思うぞ。420年目の関ヶ原をもっと盛り上げるために頑張りますゆえ、よろしくお願いいたします。篠之助じゃ、よろしく頼む。では次のもの入ってまいれ。はこんにちはでございます。伊勢の国鈴鹿山麓川村から来ました竹丸でございます。420年関ヶ原肝心の年でございますが、いろいろな流行り病によっていろいろありますな。イベントも中止しておりますし、なかなかいろいろうまくいきません。だが第一大満大吉石田三成様の言葉を信じ、ゆっくりと回復を待ちましょうぞ。今回の動画、観光協会様のご好意により撮影させていただいておりますが、観光協会様も実は営業時間短縮しております。来られる際はよく時間を確認してお越しくださいませ。現在午前10時から午後4時ぐらいまでの営業となっております。これは観光協会様の頭が時間を決めておるようですので、逐次ご確認の上お越しください。竹丸でした。さようなら。みなみなこんにちは。じゃ細川お気元にございまする。関ヶ原合戦から420年、記念すべきこの年についに我が関ヶ原組にも石田三成公が誕生いたしました。ま、我が細川家とは因縁浅からぬ仲ではございますが、今は平和の世、令和の世でございますゆえ、共に手を取り合ってこの関ヶ原を盛り上げてまいりたいと思いまする。これからも関ヶ原組をどうぞよろしくお願いいたします。次のものは誰だ。私にございます。皆様こんにちは。古戦場おもてなし武将隊関ヶ原組高山君にございます。本日は2020年9月15日ということで、あの関ヶ原合戦から420年の節目の年にございます。なれどこの420年目の2020年という年、太平の世にはなったものの、まさかの流行り病が世の中を席巻しております。されど我ら人間は今まで何度も流行り病に打ち勝ってまいりました。その力を神は我ら人間に与えてくれているのです。どうすればよいか。それはこたび我が関ヶ原組によみがえった石田三成殿の掲げた旗印、第一大満大吉、それに現れています。その第一大満大吉の旗印を胸に、みんなが協力し合えば必ずやこの流行り病の世を抜け出せると信じております。420年目の関ヶ原、その年に祭りもなくなり、この地に来られなくなったことを悲しんでいる者がいること存じております。でも悲しまなくてよいのです。関ヶ原はいつまでもここにございます。関ヶ原で戦った者たちの思いはいつまでもこの地に眠っております。だから
皆で協力してこの春病が終わったその暁にはまた必ずや笑顔でこの地でお会いいたしましょう。その時にはきっと我ら関ヶ原組が、そしてこの関ヶ原の地が皆様を迎えることができるはずです。その時まで楽しみにしていてください。そして今回見られなかった石田三成殿のマスクに覆われたその顔、もう少し見るのはお待ちください。9月20日我ら関ヶ原組お披露目いたしますゆえ、その日来れる方はこの地にてお会いしましょう。おや、ミノはどこへ。おーい。はーい。じゃあ南の入るんだ。石田君は回ったか。石田君は片身の主役でございます。そうだな。もうみんな伝えることはないか、十分か。何か伝えることあるか。お元気で、お体に気をつけて。よし、では420年目の関ヶ原、そして我ら関ヶ原組を頑張ってまいる。これからも応援をよろしく頼む。さらばじゃ。ありがとうございました。またお会いしましょうぞ。どうぞ。あれ、向こうに角の人と笹の人おる。ちょっと逃げますわ。あれ、あ、じゃあ追おうか。あ、黒田殿、黒田殿。さらばじゃ。